お名前、チョコのチョココさんからいただいた質問です。 FF14 の職業の中でもし現実世界でお付き合いするとしたらどの職業の男性を選びますか。私は方向音痴なのでタンクさん、俺についてこいって感じで引っ張っていってほしいです。あ、白魔道士さんに肩こりも直してほしいかも。なるほどね。誰かという前にとりあえず私今日ね、なんかもう今日、腰が痛い。それでは今日もインします。南條芳のエオルデアより愛を込めて。コンコン、腰が痛い、南條芳乃です。さあ今日のオープニングはチョコのチョココさんからいただいた質問、もし現実世界でお付き合いするならどの職業の男性を選びますか、つーこってね。まあその前になんで私腰が痛いかっていうと、もうね最近寒いじゃない、あのこれ撮ってる周りの日はね寒かったんです。でそうしたらもう私膝が痛くて、で膝が痛いからその膝をかばおうとして今度ももが痛くなって反対側のももも痛くなるでしょう。そうするとね最終的に腰にくるんですね。だから今もう腰が痛くて湿布貼ってますよ。まあその話を踏まえつつよ、そうだな、職業ね、ナイト、戦士、文句、竜騎士、詩人、黒魔道士、召喚、忍者、白、学者。とりあえずヒーラーだな。腰を治してくれるヒーラー。ヒーラーは腰の痛みに対応していますか？いっそ文句さんとかにバッコーンってやってもらった方が、あーすげーバキって言ったけど治ったみたいになるかな。死んじゃうかな。そうだな、タンクさんだと、まあ、俺について来いって言ってくれるのはいいかもしれないけど、なんかあった時に責めちゃいそうじゃない？ちょっとこっちって言ったじゃん、タゲ飛んでる、お腹すいた。最後違うかな。やっぱ白か学者かな。私が白だから学者さんかな。ビジュアル的にも学者さんっていいかもしれないね。メガネとかして、それで私の膝の痛みとももの痛みと腰の痛みについて研究してくれて、私そしたら錬金術師がいいです。お薬ください。そんな感じですね、はい。さてこの番組は新学期ファイナルファンタジー14新生エオルゼアが大好きですと自己紹介すると、新しいフレができるかなとか思っているあなたのためのウェブラジオです。できるかな、いるかな、でもいるかもね。いや新学期ですよ、4月なりまして、学校とか新社会人とかいろいろ新しい生活が始まっているんでしょうかね。自己紹介ね、やっぱこの職業してると求められることも多いんですよ。始まっていくラジオとかね。というわけで今から自己紹介します。なんとロドストとかにこのアイコメのねラジオのバナーがデカデカと、いやどうしよう、ありがとうございます。あの私このゲームのこと本当に大好きなんです。大好きすぎて大好きすぎて光の戦士たちに嫌われたくないっていう、あの緊張した第1回目、それからまだ23回目だから22回しか経ってない、もうすぐ半年、半年経ってるのにね未だに緊張するんですよ。間違っちゃうこともいっぱいあるし、だって他の職業のこととかよくわかんないし、敵の名前は間違って覚えてるし、地名もちょっと自信ないし、本当に好きなのかお前って思われるかもしれないけど本当に好きなんです。ちょっと頭が悪いぐらい、ちょっとこんな自己紹介あるかよ。オフィスエンジン所属、南條芳乃、
30歳です。そこいる？もう、趣味は写真ですかね。あ、だからね、最近写真撮れてないんですけど、スクショを撮るっていう趣味がね、生まれました。あ、本当に丈夫でカメラマンが欲しいなって思っています。あとは猫をめでること、あと FF14 です。いやー、もうね、初めて結構経つっていうか1年以上経つんですけど、まあ、間にブランクの時期がありまして、ちょっとその間にね、こう遅れを取ったんですけど、ゆるく遊んでます。とりあえず高い崖を見かけたら手持ち花火を持って飛び降りてみたくなるし、水があったらそこに顔を突っ込んでみたくなるし、なんかこうまったりとみんなで一緒にワイワイ遊ぶのが好きです。あ、で、あとね、大事なこと、私の好きな NPC はグラハ様です。そこんとこ本当よろしくお願いします。で、リアルの友達はなんかどんどん減っていってる気がします。代わりにエオルセアでの友達は増えてたりとかするんですけどね。もう最近おかしなことに、私ね、声優やってるんですよ。声優やってて歌も歌ってるんですけど、時々ライブとかもするんです。でね、そのライブでこう関係者の方とかお友達とか招待者の方いたりするんですけどね、私が呼ぶ招待の方がもう最近おかしなことになってて、家族とフリカンのメンバーっていうね。あっちでもこっちでも、あー今日本当ありがとう来てくれてつって、あなちゃんすごい良かったよとか、あーもういいんですいいんです、ありがとうございます、じゃあまた後であっちの世界でみたいな。え、関係者が誰なんだろうって目で見てる。まあそうでしょうね、向こうの友達でありこっちの友達です。まあそんな感じでね、リアル、もうリアルですよ。私のエオルゼアは私のリアル。そんな人がね、23回もやっているラジオなんですよ。ちょっと惹かれちゃったかな。あ、だからなんかすごいガチな情報を求めたりとか、すげえ技のとかを求めてたら、このラジオを聞いても物足りないなってなるかもしれないんですけど、ちょっとほっこりめなね話題も多かったりするので、メールとかもね、たくさん送ってほしいなと思います。はぁ、こんな感じで約30分私のトークに最後までお付き合いください。この番組はスクエアエニックスがお送りします。南條佳乃のエオルゼアより愛を込めて。改めまして、コンコン、腰が痛い南條佳乃です。さあ、3月31日火曜日にバッチ 2.5 希望の灯火パート2が実装されたわけですが、絶賛時空の歪みに取り残されております。皆さんは遊んでますか？さらに4月2日からはエクハントのシーズナルイベントも行われていますね。皆さん遊んでいますか？いやー、恐ろしい時空の歪み取り残されていますが、そんな中、私はね、この間思ったんです。まあ、自己紹介したついでにもうカミングアウトしちゃうけど、いやー、まあ物が多いんですわ、リアルでお部屋の中にね、まあ要は散らかってるっていうことが言いたい、まあ、そんな私なんですけどね。まあ部屋がそうってことは、エオルゼアでも、まあエオルゼアがもうリアルみたいなもんですから、性格というのはなかなか変えられませんし、まあ、何が言いたいかというと、所持品のバッグがもうねパンパンなんです。本当に困っていて、でね、私はこれを、このパンパンで困っているっていう思いの丈をこの間スタッフさんにぶつけていたんです。あ、ちなみにゲームやられてない人のために言いますとですね、プレイヤーの所持品のバッグ、これ25個入るのが1ページで、それが4ページあるので、合計100個のアイテムが持てます。で、武器などの装備は各部位ごと、まあ、頭とか胴とか腕とか、ごとに25個持てます。で、この他にリテイナーさんっていうアイテムを預かってくれるキャラクターがいるんですけど、その人がね2人いるの。1人
175個のアイテム持ってくれるのね。で2名いるので350個のアイテムが持てるんだって。ってことはそれもパンパンってこと？パンパンすぎじゃない？ちょっとパンパンすぎだよ。私はねリテーナーさんをもう一人雇ったらもうそれこそ泥沼だと。もう絶対に整理されることなんてない。だから絶対にリテーナーさんは雇わない。そう思ってやっていたんですけどね、そのリテーナーさんに預けているアイテムとかこう直接ねマーケットって言ってこうみんなでこう売り買いできるバザーみたいな場所があるんですけど、そのマーケットに直接出すことはできるんです。でもいいねだから自分で設定した金額なので、もうね普通にこう何よろず屋さんみたいなところでね売っちゃった方がもう手っ取り早いし、結果お金になることだってあるんです。売れないアイテムとかもあるから、もう売れる個数とかも決まってますもんね。もうパンパンですから、なんせ私の荷物はパンパンなんですから。で思ったんですよ、もうリテーナーさんの持ち物の中からそのマーケットに売るんじゃなくって直接アイテムショップにね売れるようになったら私の荷物はもっと減るんだって思います。だってリテーナーさんから一回自分のバッグに移そうとしたって、だからその移そうとする場所がないんだから、3マスぐらいあったところで3マス持ってこうこのショップとの行き来、そのうち何売ったらいいのかもわからなくなってしまうよ。だからね直接ショップに売れたらいいなって思っていたんです。なんだけどねもう思ったの、バッグもう一個買おう。買えるようにしてほしい。リテーナーさんが30日で216円で雇えるんだったらバッグだってリアルマネーで買えたっていいじゃない。バッグあと3個くらい欲しい。円で解決。いや本当にバッグもそうだしさ、武器入れとくアーマリーチェスト、あれもさもういっぱいいっぱいなっちゃうわけですよ。おしゃれなんかに気を使おうと思ったらね、もういっぱいいっぱいで、もうバッグとアーマリーチェスト日本円で買えるようになるといいなって、そんな風に思う今日この頃です。南條佳乃エオルゼアより愛を込めて。それではここで普通のお便り、普通お便りご紹介します。お名前つかささんからいただいてます。フリカンのフレンドさん2人が1年ぶりに復帰したということで、オーラムベイルのエスコートをさせていただきました。完全に操作を忘れてしまっていたり、迅速魔をホットバーに組み込んでなかったり、波乱万丈でしたがなんとかクリア。とても楽しかったですし、大先輩の復帰に関われたのがすごく嬉しかったです。別れ際にこのラジオで聞いて一度言ってみたかったセリフ、エオルゼアにお帰りも言えて大満足です。とても貴重な体験をさせていただきました。追伸、第21回で紹介していただいたサーバー名がなかったストレイワンズのものです。あ、フリカンさんのね、紹介していただき本当にありがとうございます。サーバー名はマスターとメンバーの意向で、サーバー名なくても探してくれるくらいの人がちょうどいいということであえて書きませんでしたということでした。なるほどね、ありがとうございます。一緒にいいですね、行くと復帰した時にね、エスコートとかで意外とエスコートしてる側なのに忘れてたりとかね、そういうのも楽しいですよね。続きましてういちゃんさんからいただきました。先々週くらいの放送で、プレステ4のアップグレード無料期間に絡めたプレステ4の良さを聞いてから、期間が終わるギリギリまで悩み、ついにプレステ4を購入しました。おー買ったか。早速エオルゼアの地に降り立ったのですが、感動しかありませんでした。 PS4 サックサクです、サックサクです、かっこ大事なことなので。モードなんてこんなに人いたの、水ってこんなに綺麗に透けてたの、カメラってこんなにヌルヌル動くの、おっぱいってこんなに揺れてたの、
あ、本当に？もはや別世界です。ここはパラダイスです。本当に PS4 にしてよかった。後悔などありません。アップグレードの無料期間は終わってしまったけれど、プレステ4に買い替えるのをためらわない。後悔は絶対しません。なんせおっぱいが揺れるんですから。ってこれ女性の方ですからそこか。あ、そう。でもそれってプレステ3ぐらいの時から揺れてなかったどうだったかな。そうなの？なんか比較動画が上がってて、プレステ4はすごい揺れてるんだって。あ、そう。全然気にしたことなかった。私が気にしたことといえば、星空がとても綺麗ということですよ。はい、次。お名前、みゆさんからいただきました。最近悩みができました。リムさんのとある場所にいる2人のミコッテが気になります。ん、タンモちゃんとん、デリカちゃんです。2人とも可愛くてしょうがないです。NPC とエタバンできるのだったら、間違いなく2人のうちどちらかを選ばないといけません。僕はタンモちゃんを選びますね以前紹介されたミウヌさんを好きだという方の気持ちがなんか分かりました。タンモちゃんとデリカちゃん、ピンク色の髪の毛のミコって女の子。リムさんのブルーアークホールっていうところにいるんだって、2人。なんでタンモちゃんにしたの？性格違うの？タンモちゃんはデレで、デリカちゃんがツンとかそういう感じ違うか。でもどっちか片方だなんて選ぶの大変だね。メガネかけてる方がどっちなんだろう。まあ私は間違いなくグラハ様でしょうね。迷う必要なんてない。はい、ありがとうございます。こんな風にこの番組ではお聞きのあなたからのお便り大募集してます。メールの宛先は番組のエンディングで、メールを送らないやつには遅刻しそうな時にヘビーをかけてやるって書いてあります。南條ヨシノエオルゼアより愛を込めて、教えてあなたのフリカン。仲間が集まる素敵な場所、それがフリーカンパニー、フリカンです。このコーナーではあなたが所属するフリカンの紹介をバンバンしちゃってください。それでは紹介します。椿さんからいただきました。私の所属するフリカンはフェンリルサーバーのエアワーカーです。特に特徴もない FC ですが、設立されてから1年半以上にわたって毎日仲良く楽しくプレイしています。そんな緩やかな我が FC ですが、先日とある FC イベントが開催されました。メンバーの一人がナイトがレベル50になったので、どんなミラプリにしようかなと、みんなに相談を持ちかけたところ、彼、ちなみにララフェルのナイトさんですね、彼に似合うミラプリをみんなで考えようということになり、マスター主催のもとフリカンミラプリコンテストが開催されました。面白そう。さまざまなアイディアが出た中、なんと優勝したのは、頭装備のコイフや、タイツやミトンをハニーイエローに染め、銅だけをスカイブルーに染めたパトリシアンコーティーにするというフナッシーに見立てたミラプリでした。マジか、それが優勝したの？みんなあまりにもこれが気に入ってしまって、人数分このミラプリを用意してフナッシー8人でシルクスの塔に突入しようということになり、全員それぞれの担当ロールにフナッシーミラプリを開始して、いざ突入。シルクスの塔に入った途端、 A アライアンスが全員フナッシーの格好で現れるというシュールな光景に笑いが止まらず、他のアライアンスからも大受けでした。でしょうね、面白そう。メンバーもノリノリで、OK なし、シルクス楽しいなし、リミットブレイクなしなど、完全になりきりモードでした。なんだ、めっちゃ楽しそうだな。最後は他のアライアンスの人たちも、お疲れ様なし、面白かったなしなどと声をかけてくれて、とてもほっこりした気分になりました。ほっこりか、本当に結構激しいぞ。
そんなこんなで我々エアワーカーは毎日楽しくエオルゼアライフを満喫しています。その時のスクリーンショットを添付しますということで、すごいぞこれは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10人くらい写ってるけど、一人だけ可愛いバニーちゃんがいますけどね。それ以外の皆さんふなっしーなってますよ。これは確かにこのカラーリングはふなっしーだ。でもシルクスの塔に8人パーティー組んでお揃いの服装で行くってめっちゃ面白い。あ、そうなんだ。同じ種族だけで行くとかはよくあるんだって。ルガディンだけ面白そう。まあ他のねチームも見れる場所ですから、こう際立ちますよね、その個性みたいなのとか。なんか楽しそうだな。私もなんかやりたくなってきた。楽しい話ありがとうございました。こんな風にあなたの所属するフリカンを教えてください。このコーナーで紹介されたフリカンに入りましたよというようなお話もお待ちしております。以上、教えてあなたのフリカンでした。南條佳乃、エオルゼアより愛を込めて。我が輩はチョコボである。名前はまだない。っていうか、さっさとつけてくれないかな。みんなで作ろうエオルゼア文庫。チョコボに限らずですけど、名前を決める画面が出てくるともうそっから 1,2 時間進めなくなるよね。結構皆さんはパッと決められる方ですか？ちなみに、今日の出だしはですね、夏目漱石我が輩は猫であるの書き出しのパロディでした。ちなみに我が輩は猫であるの中に西川っていうお肉屋さんが出てくるんだけど、今そのお店東京の永福町にウエストリバーって名前でお惣菜とお弁当のお店として残っているらしい。これ豆なっつってそうなの？ウエストリバーってもう完全に西川じゃん西川でもよかった。いや、その辺はいいやいいや。あ、そう。じゃあその辺の聖地巡礼とかも行ってみたら楽しいかもですね。さてさて、ファイナルファンタジー14新生エオルゼアのライトノベルがあったら、その書き出しの一行はどんな感じなのか、それを考えてもらうコーナーです。今回もたくさんの作品が届いています。早速紹介していきましょう。お名前、千原さんからいただきました。見知らぬベッドの上で目が覚めた。突然光って鳴り出すリンクパール。もしもし私よ、ミンフィ。私はそれを部屋の窓から投げ捨てた。もうみんなミンフィのこと嫌いすぎ。リンクパール鳴るとざわっとする。ファン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 またお使いかなでもあのファンファンファンって音私は欲しいよ。 LINE とかの設定にしたいね。ちなみにスタッフさんは今ね、 LINE の着信音敵視になってるからキン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 。いやー、あの音いいよね。ゾワッとする感じが。それでは続きまして、新竜サバのアナゴさんからいただきました。一度で取れなくても諦めるなよ。そこから僕の周回地獄が始まった。大変そう。私そういうのをやってないからわかんないけど、よく聞きますよそういう話はね。自ら行くか付き合いで行くか、なんかいろいろ大変そうですね。闇の世界何十周もしてる人いるね。いやでも素晴らしいよ。その分強い武器手に入るんでしょ。大事だと思いますよ。どんだけ私がまったりした遊び方をしているかっていうねこれでは続きまして、レニさんからいただきました。未だ慣れない斧を握る。僕の手が震えているのに気づいた彼女は微笑みかける。大丈夫、私が回復するから。そういった元召喚士の彼女の手もまた震えていた。これ好きいいなー、こういうのいいよね。続き読みたいよ。
いいなあ。これがね、だんだん白なのか学者なのかわかんないけどさ、白かな、慣れてくると。まあ、この程度じゃ大丈夫っしょみたいな。ある程度のことは自分で頑張ってくださいみたいにね、なっちゃったりして、やだそんな、ちょっと柔らかすぎません？みたいな。 嘘嘘嘘嘘、私白やってるけどそんなこと思ったことないし、言ったこともないよ。逆だね、言ったことないし思ったこともないよ。 では続きまして、ちゃんてこさんからいただきました。猫の手も借りたいよ。その声に反応したミコッテの娘たちが一斉にウルダハを目指して大移動を始めた。かわいい。ミコッテ大移動。ちょっと怖い？そう？まあでもオスもいていいと思うけどね。その娘っていうところがこのちゃんてこさんの好みなのかもしれないですが。怖いかな。でも実際にミコッテをさ、一斉にウルダハに集めたらどのぐらいになるんだろうね。それ想像したら怖いわ。何月何日の何時、ミコッテ全員集合。うわ、どうなるんだろう。誰か勇気のある方はやってみてください。続きまして、ミワさんからいただきました。付き合い始めはなんとなくなのに、別れる時は理由がたくさんできちゃうんだな。エタ版の時にもらった指輪を眺めながら困ったように彼女は笑った。何？ちょっと切ないなこれ。別れる時は理由がたくさんできちゃうんだな。ってことは別れちゃうの？別れないで、悲しいな。そんな困ったように笑うんだったら別れないでよ。別にどっちでもいいけど、続きます。モチペイさんからいただきました。逆にで始まった学者の話は何一つ逆ではなかった。ありそう、ありそうだね。ID 中に攻略法で揉めていたんでしょうかね。逆にとか言いたくなっちゃうよね。逆にこっちで言ったらどう？みたいな。全然、それで行こうと思ってたけど、みたいなのとかね。 あとね、結構周りで、まあ、リアルの方でね、もう一回気にしだしちゃったら気になって仕方なくなっちゃったワードがあるんだけど、変な話っていう、この一文。 すごい多様する子がいんのよ、周りにね。もう何かと変な話って、もう全部変な話になっちゃうじゃんみたいな。もう何回言うかな、この会話中にって数えるぐらい変な話っていう子がいます。 ではラスト、インダス隊長からいただきました。いや、リーダー、白魔導士がいなくて困ってるんじゃなく、たくさんいるから困ってるんです。ああ、なるほどね。まあ、白魔導士さんいるとこにはいるんでしょうね。タンクさんもですけど、コンテンツファインダーとかだとね、なかなか集まんなくって、シャキなかったりしますけど、自分がそれやっていくとすぐシャキったりしますけどね、いるとこにはいるんだと思いますよ。こんな風に思わず続きが読みたくなってしまうような FF14 のライトノベルの最初の一行書いて送ってください。メールの送り方はエンディングで。以上、みんなで作ろうエオルゼア文庫でした。南條吉野、エオルゼアより愛を込めて。お送りしてきました、南條吉野エオルゼアより愛を込めて、いかがだったでしょうか。まあバナーもね、ついたということで、初めて聞くとか初めて知ります、私のことっていう方もいらっしゃるかと思いますが、この番組やってる時の私のテンションはちょっとおかしいみたいです。まあいっか。まあこんな感じでね、なんかぐちゃぐちゃ話していますので、またよかったらメールとかも送ってください。エオルゼア文庫よ。
毎回紹介するじゃないですか。で、まあ、今週の続きが読みたかったでしょうみたいなやつを選んでさ、ノベルティでさ、ライトノベルだけにしおりとかさ、どう？よくない？うんうんできるのかな、前向きに検討。おー、次のコーナー、このコーナーやるときにどうなってるか、お楽しみに、通るのか通らないのかっていうね楽しみにしていてください。さあ、この番組ではあなたからのお便りお待ちしております。各コーナーではもちろん、普通のお便り、普通お便りもお待ちしておりますので、気軽に番組に参加してください。メールアドレスは ff@hibiki-radio.jp ff@hibiki-radio.jp です。番組のトップページからメールフォームでも送ることができます。たくさんのお便り待ってます。そしてこの番組の感想等々ツイッターに書き込んでください。書き込むときにはハッシュタグ半角シャープにひらがなでアイコメをつけてくださいね。私も結構読んだりしていますよ。それでは今日はこの辺で、また来週。ここまでのお相手は南條佳乃でした。おっつー。この番組はスクエアニックスがお送りしました。南條佳乃の今週の愛の一言、もう腰が痛いから錬金術師さん、痛み止めを連戦してください。あー、また来週。